前回の時はエラシコフェイクエラシコって言って、エラシコフェイクの後にエラシコで次に抜き刺されたものです。この技はエラシコフェイク、インサイド、アウト、アウトの順番でキャッチしていきます。これを一連の流れで行います。エラシコフェイクインサイドがどうしてもできないっていう人は、ぶっちゃけアウトアウトのタッチだけでも抜けます。中に行くふりして縦に取る。エラシコフェイクインサイドがあることによってより一層溜まりやすくなりますよと相手は。